皆様こんにちは、楽天の河野と申します。本日はお忙しい中、楽天モバイル 5G プレスカンファレンスにをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いします。それではですね、早速ですが私の方からはこれまで楽天モバイルがどのようにスタートしてきたのか少し振り返りをお話したいなというふうに思っております。まず皆さん、こちらの日本のスマホ料金は高すぎる、こんなキャッチフレーズですね、今コミュニケーションをさせていただいておりますが、私たちは高止まりした携帯料金に革命を起こしたい、そんな思いで今年の4月に本格的な携帯キャリアサービスを開始させていただきました。そしてですね、私たちが現在提供しているプランというのがこちらの楽天アンリミット 2.0 というたった一つのワンプランになっております。もう少し詳細をお話しさせていただきますと、こちらのプランは月額利用料金がですね2980円、いわゆるコストパフォーマンスの高い月額プランではないかなと思っておりますが、300名様を対象に現在は1年間無料というこういったキャンペーンもスタートさせています。これもありましてですね、現在はこちらのプランはさらに全国どこでもデータ通話使い放題という形になっておりまして、特に通話に関しましても自社開発のスーパーコミュニケーションアプリ楽天リンクをお使いいただくことでかけ放題という形になっておりまして、現在皆様に好評いただいているというところになります。楽天アンリミットなんですが2980円というプランになっておりますが、他社の 4G プランと比較してもとても安い、私たちの調査によりますと 67% ほど安くなっておりまして、またワンプランということもありまして、とても皆様に理解しやすいプランという形になっております。それもありまして現在はですね、サービス開始からたった3ヶ月で累計の契約申し込み回数の方が100万回線を突破いたしました。本当にありがとうございます。またですね、先進国に比べると日本のデータ使用量は少ない、こんな声もあるんですが、私たちのこのアンリミット 2.0 をお使いなユーザー様に関しましては1人当たりの利用データ量というのが通常のところに比べますと2倍という形で、より多くのデータを利用いただいているというところになっております。こちらはですね、第三者機関によります調査の結果です。現在のところ総合満足度が 80%、 ありがとうございます。特にですね、料金プランの分かりやすさ、そしてコストパフォーマンス、データ定額、速度、こういったところから皆様に好評いただいているというところになります。まだまだですね、もっともっと改善を進めまして皆様に満足いただけるようなサービスを提供していきたいなというふうに思っております。ということで、さらなる満足度向上に向けてというところなんですが、せっかく楽天という会社が楽天モバイルを始めるというところなので、私たちとしてはですね、やはり楽天の持っているいろいろなさまざまなサービスを皆様にお使いいただきたい、そういうふうに思っております。楽天といいますと楽天エコシステムと言われるような経済圏がございます。実際には楽天会員は1億人いらっしゃいます。そしてサービス数としては70サービスを超えております。年間のポイント発行数、こちらは3200億兆ポイントですね、になっております。さらに先週発表させていただきましたが、2002年から私たちは楽天ポイントを始めているんですが、こちらの累計ポイント発行数というのがなんと2兆ポイントを超えているというところです。これもありまして現在はですね、このポイントに関して皆様に高い評価をいただいております。例えば一番もらって嬉しい、そして最も貯めている、使っている、最後ですね、一番貯まりやすい、こういったところで全てにおいて高い評価をいただいているというところになります。では楽天モバイルにとってこのポイントがどのような施策になっているかというところになりますが、例えばモバイルの新規契約をするとき、現在はですね、各種のポイントキャンペーンをご用意させていただいております。またモバイルユーザーになった場合ですね、その暁には楽天のいろいろなサービス、例えば SPU やいろんなサービスのコラボレーションという企画もやっておりますので、よりですね、ポイントの、を楽しんで使っていただければなというふうに思っております。こちらはですね、各社携帯サービスとポイント EC の併用率という形になります。
見ていただいて分かるように、楽天はですね、このポイントサービスの併用、そして EC サイトとの併用もとても高いという結果が出ている状態です。ということで、私たちはですね、シンプルなプラン、そしてですね、楽天グループ一丸となってお客様満足度の向上を目指して、皆様に受け入れられる、そんな携帯サービスを作り上げていきたいなというふうに思っております。そして本日はここで、目玉ではありますが、はい、弊社の三木谷から皆様に新しい発表をさせていただければと思っております。それでは三木谷さん、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、楽天の三木谷でございます。今日はですね、 5G プレスカンファレンスということで、私の方から新しい 5G プラン、またそれ以外のですね、サプライズといいますか、いいお話ができればなというふうに思っています。今河野の方から、楽天アンリミット 2.0、 今までの 4G の、料金であったり、サービスの内容、またたくさんのユーザーさんにすでに使われているというお話をさせていただきました。この楽天モバイルのコンセプトというのは、今ね、携帯電話料金を下げようっていう、ことが一つの、ナショナルムーブメントっていうか、大きなテーマになってますが、それに加えて、とにかくシンプルで分かりやすいワンプランというのを、目指しております。で、今般ですね、我々もじゃあこの 5G をやるときにいろんなことを考えました。しかしながらですね、やはり安くて分かりやすいというのが一番だということで、このいきなりですね、 2.0 からその我々が出します新しい 5G プランというのは、楽天アンリミット5と、V と書いてありますけど、これを5と読んでいただいて、楽天アンリミット5ということで、この楽天 2.0 からですね、アップグレードした楽天アンリミット5を本日ラウンジさせていただきます。このアンリミット5って何かと言いますと、従来のアンリミットに、つまり 4G に 5G も加えた、そして利用ができるプランでございます。分かりやすく言うと、今までのアンリミット 2.0 に加えて、料金がそのまま、そして 4G に加えて 5G も使える。料金については、2980円、月ですね。そして、300万、名様限定の、キャンペーンについては引き続き継続させていただきまして、1年間無料と。分かりやすく言うと、4G に加えて 5G がタダで使えるということで、ただ 5G というふうに書いてありますが、そのような形で非常に分かりやすくて、なおかつ 5G になっても追加料金がかからないということをですね、今後継続的に提携していこうというふうに思っています。当然ですね、このアンリミット 2.0 のコンセプトを継承いたしまして、全国どこでもデータ通話使い放題、ローミングされているところについては5ギガ以上は1メガ BPS というスピードになりますが、それでもデータは使い放題だということ、そして 5G に関してもですね、これもどんなに速いスピードでやっていただいてもデータ使い放題ということでございます。先ほど河野の方から、じゃあこれが他社さんに比べてどれぐらい安いのかという話をさせていただきました。これが 5G になりますと、我々の方が追加料金がかかりませんから、そのまま引き続き月2980円ということで、他社に差に比べると、平均で、平均じゃないな、約 70%、71% 程度、安いという料金になっていきます。じゃあ、この 71% 安いというのは、どれぐらいのお金なのかということなんですけど、例えばですよ、家族4人で、みんながやっぱりデータたくさん使いたい、ゲームもやりたい、コンテンツも見たい、YouTube も見たい、ということで、たくさんデータを使いましょう、これからそういう時代ですよね。そういう時に家族4人で4年間使うと、なんと計算するとですね、4年間で100万円以上、お得になると。皆さん所得があった場合は、それに加えて所得税とか、
いろんな税金とか払う必要があるでしょうから、まあ、実質の給与レベルにするとですね、さらに大きなコストセーブが家計においてできるということで、まあ、これは非常に画期的なものなのかなというふうに思っております。繰り返しになりますけれども、料金そのまま、4G、5G がそのまま使える、そして今までのパッケージですね、2980円、データ使い放題、通話し放題、そして1年間無料、これは限定300万名様まででございますが、というですね、プランを今日発表させていただきたいというふうに思います。まあ、実質じゃあ具体的な手続きはどうなるのかということでございますが、既存のお客様、もうすでにアンリミット 2.0 を使いいただいているお客様については、今後ですね、10月12日月曜日から11月30日の方に、我々の方で自動的にアップグレードさせていただきます。ただ、いや、俺もすぐに使いたいんだよとか、私すぐに使いたいんだよという人は、本日よりですね、マイ楽天モバイルの方でお手続きが可能なので、そちらをご利用いただければというふうに思います。また新規のお客様、こちらの方はですね、15時半ですからあと12分ですか、後にですね、ウェブ店舗にて楽天アンリミット5のご契約が可能になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、この 5G になってですね、もともとアンリミット 2.0 でやってましたが、まあ、楽天はこの完全仮想化技術というですね、まあ、画期的な、まあ、プラットフォームに革命を起こしたわけでございますが、まあ、それに加えてもう一つ、まあ、スーパーコミュニケーションアプリを開発しました。まあ、これはさまざまなですね、どこにいても、データ通信しかなくても普通の通話ができたり SMS が送れたり、そういうものでございます。現在は Android に加えて iOS でもご利用できるようになってきております。今日のもう一つの発表っていうのは、まあ、自社開発のスーパーコミュニケーションアプリリンク、これのですね、ついにデスクトップ版が、ラウンチされます。10月下旬に提供予定ですが、これによって、チャット、そしてグループチャット、また、音声通話、ビデオ通話、また将来的にはですね、E メールであったりストレージであったり、さまざまなですね、サービスがこのリンクの中に融合されていくということになります。まあ、音声通話についてはですね、まあ、他社の例になりますけれども、アップルさんのようにですね、近くの Wi-Fi が同じであれば、このデスクトップからもリンクを通じて、通常のように電話がかけることができるということでございまして、まあ、楽天モバイルの一つの特、もう一つの特徴は、このリンクを中心にしたエコシステム、まあ、ここに先ほど申し上げました、まあ、音声、それからビデオ、またさまざまな形でのストレージであったり、ゲームであったり、ファイル転送であったりというものがですね、すべて含まれた形で展開をされていく、まあ、これがよりですね、5G になれば便利に使えるということになっていくのかなというふうに思っております。アンリミット5、4G プラス、まあ、ただ 5G、これが本日15時半より申し込みが開始になるということでございます。じゃあこの 5G、 実際にはね、皆さんまだ 4G の端末しか持ってない人がほとんどでしょうから、じゃあ 5G の端末はどうなのかということで、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。まあ、楽天といえば、先ほど申し上げました完全仮想化技術、それからリンクをに代表されるようなスーパーコミュニケーションアプリに加えて、独自の端末と楽天ミニというものを本当に爆発的な人気をいただきました。これに加えてですね、本日は我々の新しい、まず 5G の端末を発表させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、この名前はですね、楽天ビッグと、まあ、なんでビッグかというか、後ほど、ご説明させていただきますけれども、ビッグな画面でビッグな 5G 体験をということで、この非常に高精度な、
5G 端末、楽天ビッグをご紹介させていただきます。それではビデオよろしくお願いします。ということで、こちらがですね、楽天ビッグということになります。5G ネットワークのサブ6とミリ波と両方に対応した端末でございます。特徴をですね、ご説明させていただきますと、まず画面ですけれども、約 6.9 インチ有機 EL ということで、世界初のフロントカメラ内蔵ディスプレイを採用しております。そして、カメラでございますけれども、なんと最大約6400万画素、AI カメラを4つ搭載しておりまして、6400万画素というものを実現いたしました。これによってですね、広角、超広角、両方ともですね、対応できるということで、夜景などを見たままですね、美しく撮ることも可能になってくるということでございます。また日本人にとって非常に大切な防水効果ということなんですが、IP68 の防水防塵対応ということになっております。これによってですね、画面も本当に大きいんですけれども、大きすぎないサイズかなというふうに思っております。チップについてはスナップドラゴンの 765G、とメモリーを 6GB 搭載した、本当に大型画面の迫力を楽しんでいただければいいのかなというふうに思っております。バッテリーについては4000mAh で、ディスプレイについて指紋認証もできますし、それから日本ですからちゃんとお財布携帯もついているということでございます。カラーについてはおなじみのクリムソンレッド、それからパールホワイトとブラック、この3色ということで、6万9800円、本日の15時半より楽天モバイルの双子玉川店か、または楽天モバイルのサイトの方で販売をさせていただきますので、ぜひですね、皆さん試していただければというふうに思います。私ももう使ってて、最初正直言ってちょっと大きいかなというふうに思ったんですけれども、やってみるとですね、やっぱり皆さん最近ね、本当に動画見たり、私の場合であればプロ野球見たりいろいろしますので、非常にですね、快適に見れるな。なおかつ、ミリ波もそれからサブ6も対応していて、他社の端末に比べれば、お手頃な価格なのかなというふうに思います。これに加えまして、シャープの、アクオス R5G というもの、これをですね、もうすでにお買い上げいただいている方もいらっしゃると思いますが、5G ネットワークに対応する、サブ6に対応するということで、本日の15時半、あと5分ですが、以降ですね、ソフトウェアのアップデートがされて、サブ6の電波にも対応できるということになります。今のところですね、この 5G 対応製品はこの2つということなんですが、実はこれに加えてですね、今後さらに他のですね、端末も開発がどんどん進んでいっておりまして、そして進んでいく予定でございます。このですね、 5G に加えまして、本日はですね、もう一つ 4G の端末でございますが、オリジナルスマートフォンのご紹介をさせていただきたいというふうに思っております。楽天ミニ、本当に大好評いただきました。小さくてかわいい、それから小さなハンドバッグに入れてもですね、問題ないとか、
2代目持ちにいいとかいろいろあったんですが、今般ですね、発売させていただきますのは、今度は楽天ハンドというですね、端末でございます。まあ、ミニ、ビッグ、ハンドということで、まあ、基本的にはサイズをですね、名前につけているわけですけれども、まあ、世界一スリムな横幅、まあ、握れるということでハンドということなんですけれども、そしてサイドの丸みを帯びたデザインにより、まあ、手にフィットするボディ感覚を実現させていただきました。ただですね、このハンドについてはかなり高性能でございます。まずカメラについては最大約4800万画素の広角カメラ、そして背景のぼかしができる表現機能がついていたり、それから深度測位のカメラがついているということで、カメラについてもかなり高性能でございます。それから前面のカメラについてもですね、約1600万画素のカメラを搭載しているということ、そしてディスプレイについてもですね、5.1 インチの有機 EL ディスプレイになっております。まあ、顔認証、それから指紋認証、まあ、バッテリーも2800ミリアンペアということで、まあ、私も使っておりますけど、まあ、かなり持ちはいいというふうに思います。そして、まあ、日本の端末で当然でございますけれども、お財布、携帯がついていて、まあ、チップについては、クアルコム社のスナップドラゴン 720G を通じております。そしてですね、まあ、これちょっとテクニカルになりますけれども、44R ということで、まあ、従来の携帯よりも高性能なですね、アンテナを搭載しております。これに加えて、さまざまな豊富なオリジナルアクセス、まあ私も実はちょっとテストで試してみたりしているんですが、手帳型のケースで簡単にですね、ビデオとか野球とか見るときに立てるものであったり、あるいはお買い物のパンダを使ったですねケース、こういうアクセサリーもですね、これからどんどんと発売をしていく予定になっております。これについては間もなく発売時期をですねご案内できるかなというふうに思っております。ということで、楽天グループはですね、今、独自の端末、単純に携帯接続料金を安くしようというだけじゃなくて、高性能な端末もですね、できるだけお手頃価格で、皆さんのニーズに合ったものを作って、お届けしようということで、楽天ミニ、そして、今般出します、ミリ波とサブシックスに対応した楽天ビッグ、超高性能でございます。そしてこの秋ですね、発売をさせていただきます楽天ハンド、まあ、ジャストサイズで高機能ということになるのかなというふうに思いますが、これを発売をさせていただきます。最後になりますけれども、本日 5G、まあ、ただ 5G アンリミット5をご紹介させていただきました。本日15時半よりついに申し込みが開始するということで、我々は携帯電話をですね、できるだけ安く、そして制限なく、どこでも使える基地局の建設もですね、どんどんと進んでおります。まあ、従来考えていたよりも、まあ、3、4年は早く完了し、来年の夏にはですね、まあ、ほぼ全国の皆さんには独自の、通信回線でサービスが提供できるようになるかなというふうに今のところ考えております。まあ、そういう意味においてですね、4G で革命を起こそうとしているわけですけれども、それに加えて 5G でもですね、皆さんに本当にコストの負担なく使っていただけるように頑張っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、こういうことができるのもですね、やはり楽天は既存の携帯会社とは違って、まあ、自分たちのテクノロジーで最高級のですね、最高品質のサービスを提供している、このベースにありますテクノロジーの紹介をですね、我々の CTO のタレック・アミンの方からさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。ぜひ楽天アンリミット5、皆さん続々とお申し込みいただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 OK, Tarek, you wanna come over? Thank you, Mickey. Thank you. Thank you.
Ladies and gentlemen, what an exciting day. I am thrilled to be discussing with you today Rakuten Mobile's unique approach to engineering, architecting, and building next generation 5G network. Before we talk about 5G, allow me to take just one moment to reflect about the previous journey, because it's also highly innovative. What we have done in 4G, we have built a world-first end-to-end virtualized network. This journey started in 2018 by a determined group of employees of Rakuten that had the courage to explore. To explore a different architecture to how we should build networks, how we should provide connectivity. Be fixated about customers to deliver on disruptions that will allow us to reduce the cost substantially for connectivity. To look at a network that software lives in its DNA. To look at an organization that has the right skills to disrupt. And in fact, that's what we have done. And now when we think about 5G, we are extremely excited. And our approach, and I've talked about this many times, is not just to talk about speed. When we looked at 5G, we think 5G is an absolutely fundamentally, from a technology point of view, a canvas that would enable us to bring digital transformation. And we had really three aspiration pillars. One is an enablement for industries, for vitality. An empowerment for seniority. And most importantly, about experiences, how we could enrich experiences for better quality. And what is exciting about Rakuten is the ecosystem that Rakuten has uniquely addresses all these aspiration values. So the approach that we've taken in order to achieve this aspiration, we looked at mainly six pillars to achieve this ambition. One, we believe 5G is about cloud. And I repeat, 5G is about cloud because that's our journey starts from understanding the cloud architecture, the principles of how to build proper cloud platform for communication, the standardization that we have applied on hardware, the removal of proprietary architecture into a completely commoditized architecture, and most importantly, adopting a cloud-native architecture, microservices, containerized platform around 5G. That is what makes launching 5G in Rakuten uniquely different. 5G is about radio, and this has become the hottest, most debated topic in the industry. We must take a bit of credit about what we have done. We have innovated an architecture that was proprietary, that was closed, that was absolutely unwilling to evolve into an open RAN platform. We think this is the most crucial component for industry disruption. And we wholeheartedly believe that this is just the beginning of what you're going to see with Rakuten and others as we embrace into this technology. Third, 5G is about automation. So as we embrace and as we look at verticals and industries around us, such as autonomous cars, you know, we pondered and wondered why in telco we don't talk about the same discussions. I think Rakuten is dreams and aspiration, and my commitment is to make Rakuten the world's first autonomous network, achieving a level 4 autonomous architecture in this implementation. When we look at also 5G, we also realize that Rakuten is not an exclusive club. We are an inclusive company. We believe about collaboration. We alone cannot create the ecosystem for 5G, but we want 5G to become much more than just speed discussion. We want 5G to become use case discussion. Enabling innovation is absolutely a must. Security, what an important topic of security. Openness comes with responsibility for security, but we believe that we have an absolute right security architecture for complete transparency and visibility on what we do. And last, I don't think out of the 40 plus global launches on 5G, anybody has talked about organization. We need to spend time to explain why organization is critical for today's 5G and tomorrow's application. So allow me to start with 5G discussion about the cloud architecture. Why we are excited about the cloud? We do this every day. Rakuten as a group delivers so many services to the public. Before we are a mobile operator, Rakuten is an internet innovation company. We really understand the cloud, and I think this is a unique advantage. We decided by a basic philosophy, make hardware type standardized. Very basic, simple. Remove proprietary implementation, move into commodity architecture,
applications must be deployed on containers. We love this technology because we know its ability to scale, its ability to heal, its ability to bring innovation and service agility is the likes of none in telecommunication today. And lastly, what is the combination of both of these items? It's elasticity. Well, after all, that's what we want. And all of this is keeping in mind why we're doing this. Customer first, disruption, lowering the cost of connectivity. That is something that we kept in mind. And when we saw earlier what Naho talks about and Mickey talks about the disruptions that we've done on 4G in terms of rate plans, this is what's enabling us to present this value back to consumers. So allow me to play one video. I just want to show you the partnership that we had with Intel, with Quanta and Rakuten to build one of the most disruptive hardware architecture for telco that is completely commoditized. Can you please play the video? So you could see only two hardware types powering this entire telecommunication infrastructure. Our cloud network, Rakuten Communication Platform, has four pillars around infra and networking, functions and onboarding, intelligent and AI-driven operation, and a marketplace to host all of this. The radio is not a proprietary box. We have unlocked the mystery around radio. We have driven a discussion in the world about the necessity of Open RAN architecture, because that is where we realize the most amount of benefit from reducing costs and infrastructure, from being completely locked to being completely open. And in 4G, we have done this, and the story continues to be better in 5G. 5G implementation in Rakuten Mobile started by creation of a partnership, and I call this a really special partnership. Our dream was to find a way to architect and engineer a massive MIMO implementation to deliver amazing capacity and scalability. We partnered with NEC. We convinced NEC to collaborate on an open architecture, open build of material to build one of the most innovative, the world first massive MIMO implementation, ORAN, today deployed in commercial production in Rakuten Network. And let me just show you the first images that came from the factories in Japan. And I finally understood this word, and I repeat it always. When I heard the word, this is built with Japanese quality, I finally understood what that meant. This is a platform that is 50% less cost than a traditional architecture, engineered, built, manufactured in Japan. Can you please play the video? So I'll emphasize creating Japan 5G quality for the world. Sub-6 is built in partnership with NEC and collaboration with Intel. Millimeter wave is built in partnership with Qualcomm, and both meet security and efficiency objective. In terms of looking at network performance, we've also achieved, when you think about the software DNA and the cloud, the network only gets better. With software, we are in a massive opportunistic environment that allows us to drive better efficiency on software and platforms.
When we launched our 4G network, we had many that said we cannot deliver on the capacity, scalability, and performance in dense urban areas. This is the most scalable cloud infrastructure network in the world, deployed in the densest areas in the world, delivering on the performance and the promises that we have promised to the consumer. On 5G, our starting point is, this is just a starting point. We launch with about 870 megabits per second today in downlink, and by little time, we will reach gigabit per second speed. I have zero worries about our ability to innovate and to drive innovation on this. And on automation, this is what we started this journey, a ruthless culture about automation, because we want to reduce the time to fix problems for customers. We want to drive better agility in our operation team. And this is where we're heading towards. I believe Rakuten Mobile Network will be the world's first network to truly achieve level 4 autonomous architecture in its DNA. And when we think about 5G, I mentioned this a bit earlier, what we would love to see more is a lot more than just proudly saying, I have achieved a gigabit per second. That is absolutely great, but that's not where the future world is looking at. We look at opportunities of creating collaboration and use cases. When I said Rakuten is an inclusive company, we like to reward startups. We love to partner with them. We love to create an opportunity for them to succeed. I want to give you one glimpse of an idea that we're working on for a 5G media application and how our edge platforms can deliver on the next generation TV viewing experiences and immersed applications. Can you play in the next video, please? This is what we believe 5G is all about. 5G is about new immersive applications and experiences. We're going to discover this together with our partners, large or small. We have a complete embracement of collaboration, whether it is for application or the way that we embrace how we build this network in open source. We also talked about security and the apparatus of security, and Rakuten being recognized as a clean telco was a very important thing, but we wanted to take it to another level. We have full transparency on this network, from component to software to interfaces. Everything in Rakuten Mobile is unlocked. Everything is transparent, and we have no black boxes in this architecture. And last but not least, I want to tell you about something I cannot be more proud about. Our culture, our organization, is the secret sauce of what enabled us to bring this disruption. In Rakuten, English is mandatory as the common language of communication in Japan. I never had any difficulties when I moved to Tokyo to communicate, to converse, and to exchange thoughts and ideas. Over 50 nationalities now are in Rakuten Mobile in Tokyo, mostly Generation Z that understands software. Software native organization is the future of 5G, and you don't ever hear anybody talking about this today. It's an organization that understands that everything you do must have a platform culture and agility and innovation. So in summary, 5G is about cloud, 5G is about radio, 5G is about automation, and it's open ecosystem and collaboration. Thank you very much for listening to our new technology and disruption we're bringing to 5G. Allow me at this moment to welcome Yoshi Yamada, the president of Rakuten Mobile, to talk more and give you an idea about our network platforms. Yoshi.楽天モバイルの山田でございます。最後に私から今般の 5G のサービスエリア
並びにサービスについて少しお話をしたいというふうに思います。まずサービスエリアでございますけれども、こちらスライドに出ております通り、東京都、神奈川県、埼玉県、北海道、大阪府、兵庫県の一部地域、6都道府県の一部地域でサービスを開始いたします。当然ですね、こちら一部の地域からスタートするわけですけれども、順次ですね、拡大を今後してまいります。それからサービスについてなんですが、さまざまな今取り組みを行っているわけですけれども、一つの例として私どものグループのサッカーチームでございますヴィッセル神戸の本拠地でございますノエビアスタジアム神戸での取り組みについてお話をさせていただければというふうに思います。こちら 5G ミリ波でスタジアムのですね、主要部分をカバーすると、これは今週をめどにですね、主要部分がすべてカバーするということでございます。これによってですね、先ほどタレックからもお話がございましたけれども、オープンイノベーションということで、私どもいろいろなパートナー様とすでにお話を開始しておりますけれども、取り組みをどんどん加速させていくということでございます。具体的にはですね、つい先日プレスリリースを発表させて出させていただいたんですけれども、神戸市さんが公募した女性プログラムに応募いたしまして、神戸大学さんと私どもでそのプログラムにですね、採択が決まっております。 5G を活用してスタジアムの混雑緩和並びに遠隔コミュニケーション手法の共同研究を開始していくということが決まっております。それから同じくですね、このスタジアムでの体験ということで 5G の超高速、大容量、超低遅延、こういった特徴を生かしましてですね、これも先ほどタレクのプレゼンにもございましたけれども、新しいスポーツ観戦体験の実証、実験ということをですね、積極的に行ってまいります。5G のサービスでございますけれども、先ほど申し上げた通り、国内の一部地域でまずはスタートをいたしまして、急速に拡大をすると、来年の3月末までにはですね、全都道府県で 5G のサービスがスタートいたします。それから来年の第2四半期、どこかのタイミングでこのスタンダローン方式と、今その中心の交換設備はノンスタンダローン方式、4G と兼用のその設備を使うわけですけれども、来年の半ばぐらい、第2四半期にはスタンダローン方式の 5G、 本当の意味での 5G のポテンシャルを全て生かしたこの方式をスタートする予定になっております。以上、これで私どもからのプレゼンはおしまいでございます。楽天の 5G、本日3時半よりすでにお申し込みが始まっております。これからの私どものサービス、ますますご期待いただければというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。